長藩での戦いに心残りがあった。天衣の天衣は長藩の集落が戦いに巻き込まれたことに憤り、討伐軍織田軍双方を敵と誤解した。そのため集落が襲撃を受けた事実がある以上、天衣の誤解を解くことは難しい。ならば誤解そのものが生じないように、各折しも武田信玄と上杉謙信から長藩に向かう直前の天衣を見かけたと、そこで天衣がいち早く長藩に迎えるよう手伝えれば誤解が生じる状況は避けられる。各は、これはまた随分のどかな場所だね。天衣殿はこんなところにの、まあそれは信玄殿と謙信殿にも言えることですが、気にしちゃダメだよ。しかり、とにかく今は天衣を見つけて用事を手伝って早く長藩に戻れるようにな。友との共闘む。この辺りだったかね、天使。大員を見かけたのは。しかり。天員殿の要望は見間違えるはずはない。とにかく探してみようか。天員殿、お困りだろ。手を貸そうか。お、かく。なんでここに。何を企んでやがる。まあまあ、今は急いだ方がいい。不思議だね。残機があるならついてきやがれ。あの者が黄金刀に襲われて、どうかお助けくだされ。おう、任せるだけ。この村には恩義があるからな。村の者が3人山から戻っておりません。きっと黄金刀の奴らに襲われて。賊刀を打ち、正しきを表す。どんな世でも乱暴者はいるものじゃな。急いで助けに行こうか。まったく素晴らしいね。これだからあんたは面白い。一人いるはずじゃねえ。隠密
バー剣心よ、レイのものは手に入っているのかね。時を超えてもその事実は揺らがない。おお、感服つかまつったり。戦わん。行くかね。お呼びかな。戦わん。だけでね、しっかりお灸を据えておかんとね。二度と同じことをせんように。全ての族と中滅。なんだ、やけに騒がしい。払い。すんませんでした。反省してます。もうしません。これでこの村は安心だろう。なんだ、その世話になったな。おかげで手早く進んだ。じゃあわしは急ぐんでな。これなら天井殿も朝飯に間に合うだろう。未来は変わったかな。勝利の祝杯をあげる。これで天井殿は朝飯に間に合うだろう。俺たちへの誤解も起きようがないってわけだ。んで、気になることが。お二人は何を。ありゃ、まだ気にしてたのかね。しょうが。それはこの地の名手、買い出しに来とってね。たまたまその時に天井を見かけたんじゃ。やれやれ、
拍子抜けする理由ですな。面白いもの